大島にはここハワイでやらなければいけないことがある。勝負仕掛けよう。ラスト勝負だよ。そう、私が完封してますからね。そう、それはビーチでの恒例行事となっていた大島優子 VS 山本さやかの相撲対決。真夏のサウンズグッド、そしてさよならクロールのミュージックビデオの撮影直後に行われていたガチの戦い。これまでの戦績は大島優子の2戦全勝。去年も勝ちましたよ。やった、今年も2連覇。この対決、これが最終決戦。山本を探す大島からは絶対王者の余裕すら感じる。一方、山本にとって背水の陣。負けることは許されない。前日のこと、連敗中なんで最後にどんでん返ししたいです。最後なんでね。ただなんか知らないですけど、ハワイに来てからあの人のテンションがすごいんでぶん殴られそう。山本さやかがさ、終わっちゃう前に山本さやか探さない。あれじゃない？いたいた。そして時は来た。48グループ最強が今決まる。大島優子 VS 山本さやか、ビーチ相撲対決最終決戦。ここからが本当の戦い。テクニックの大島を山本がパワーでねじ伏せたように見えるが、これは山本の勝利。ここで改めて勝ち時を、勝者山本さやか。ありがとうございます。頑張れよ、力士。頑張れよ、次を見つけて。そうですね、防衛戦の始まりですね。そうだよ、強くなってましたね。さすがです。仕上げてきました。仕上げてきた、この日のために。なかなか疲れちゃった。まさかの一旦休憩入りましたけど。こんなに体小さいのにすごい下半身がしっかりした。だからそれにとりあえずまず立ち向かえる私の下半身も重さでいかないと。いやもうね、足腰のね開きが半端じゃなかった。それはね、もうこうなってたからどこをどうしようと思って。でも後ろから回り込まれた時はちょっと面白かと思いました。後ろに行けると思ったけど、でも素早かったです。こうして
ハワイでの対決は大島の熱き思いを山本が受け継ぐ形で幕を閉じた。私に相撲で勝てるという人がいるなら誰でもかかってきてください。さあ、チャレンジャーたちよ、集え。